岸田総理は4月に行われる衆議院の補欠選挙に合わせて解散・総選挙を行う可能性について問われ、全く考えていない、国民にとって大切な予算の成立を図ること、これに尽きると述べました参議院の予算委員会で立憲民主党の辻元清美参院議員の質問に答えました。 永田町では自民党の苦戦が予想される4月の補選をなくすために岸田総理が近く衆議院を解散するのではないかそのために予算の成立を急いだのではないかとの観測が一部で流れています辻元氏は補欠選挙に負けたら総裁選の再選が危うくなるだから4月に一か八かの裏金解散を考えているのではないかと問いただしましたが岸田総理はこれを否定した形です 以下はネットユーザーザのの反応をまとめたものです。これまで岸田政権は選挙のない中でさまざまな重要な政策的な決定をなしてきたマイナ保険証の事実上の強制や安保三文書の改定による敵基地攻撃能力確保のための防衛増税 さらには異次元の子育て対策のためのステルス子育て増税などに対して国民の意見の表明の機会はなかったさらに旧統一教会や政治と金、の問題もあるそうした中で今後の政策決定や政権担当者としての的確性について早期に国民の声を聞く必要があるのではないだろうか そうでなければ日本政治全体が沈没しかねないそうした日本政治の危機であるという認識を持つ必要がある岸田総理は政権運営上の障害となる最大派閥安倍派の解体を裏金事件を利用して実現した派閥解消を言い出したのは菅義偉小泉進次郎の両氏である二階俊博氏も派閥解消に賛成したから この人たちは派閥解消派といえるこれに対して自民党執行部の麻生太郎茂木敏充両氏は派閥解消に不快感を示し岸田総理と距離ができた解散するなら党執行部の協力は欠かせないその前に党役員人事をやる必要がある岸田総理は解散を否定したが解散の噂が流れることは悪いことではないと思っているはずだ 日本がだんだん民主主義国家から逸脱していくのが最近身にしみて実感する今国民の民意を問うと負けるので衆議院の解散をしようとしない任期ぎりぎりまで引き延ばし総理大臣の椅子を少しでも満喫しようとするのは岸田総理らしいやり方岸田政権は在任期間が戦後トップ10入りしたそうだが今まで国民の声に耳を傾け行動したことが何一つない 今までの政権を見てもここまでひどい政権もなかなかない岸田政権は歴史上に名を残すと思う私は衆参議院の選挙について問われたら自公政権への支持を全く考えていない国民にとって大切な暮らしの成立を図ることこれに尽きると述べたい 私たち庶民はなんと戦わなければならないのか少なくても今の政権与党は庶民の味方ではないのではないかと疑問に思って行動することが大切だと思います野党は自民党を批判することばかりに終始せず日本のために何をするかを国民にアピールしてほしい勝つとか負けるとかじゃなくて今政治をしっかり考えて動かそうとする人に投じたい 投票率が低すぎるから、目立つだけの芸能人や地盤の強いニオばかりが出てくる。いい政治家が現れないのは国民のせいでもあるから、今のうちに選挙を見据えてしっかり考える人が増えてほしい。